こんにちは、足の脱脂です。今日はビバップスケールの話をします。スケールで、ね、考えてソロ取るってピアノだと僕は実は少ないんじゃないかなってなんとなく思ってるんですけど、皆さんどうでしょうかね。で、たまにスケールの話しますが、僕実際にはそんなにスケールで考えて、ソロ取ってません。本当にスケール的に考えるのはペンタトニックとかそういうの使う時はそのキャラクターがあるので大事にしますが、普段のねちゃんとチェンジがある曲でソロ撮ってる時っていうのは結果そのスケールになってることはもう多々あります。もう後から説明できるけども、じゃあその瞬間今オルタード使ってますとか、その瞬間ディミニッシュちょっと考えちゃうかな。でもこう使ってますっていうのは考えて実は使ってないんですが、まあ一応あるので、初めて耳にするっていう人には結構有益な情報かもしれないので、今回ちょっと、話してみようと思います。ビバップスケールです。はい、それではやっていきます。ビバップスケールっていうのは1個例を出すと、これちなみに何のスケールかわかるでしょうか。わざわざ G から弾き始めてるってことは、これ C メジャースケールじゃなくて、僕今ミクソリディアンと思って弾いてます。で、リバップスケールっていうのは、本によって、本というかこう言ってる人によっていろいろ違うのとかあると思うんですよ、正直ね。だから僕も別にこれ唯一解だと思ってないんですけれども、1音をもう1音さらに足します。全部で8音にしたいんです。で、このミクソリディアンにね、どこ足すかっていうと、ここ足すんですけれども、ね、1音足しました。これがビバップスケールなんですけど、ここだけ聞くと「だから何?」ってなるんですが、このビバップスケールね、なんでわざわざ8音にしてるかっていうと、8分音符でそのスケールを弾いた時に、8音あると、今ちょっと足鳴らしますが、聞こえてるかな?この1、2、3、4。わかりましたかね?拍の表、全部コードトーンなんです。G7。これちなみに G7 と思って弾いてますが、C メジャーに着地と。スムーズなんですね、1音あると。ね、そのまま弾いちゃうと、なんか地足らずみたいなね、なっちゃいます。これをこう弾いてもね、だから全然ありだと思うんですけれども、流れの中でね、とても自然にコードに聞かせるっていうことができるのがビバップスケールです。で、今、わざわざね、ドミナントセブンスの音でやったのは、そこで使われることがなんかすごい多いように感じるので、とりあえず最初に出す例として話してみました。これが、メジャーセブンというかメジャーシックス、例えば C メジャーになるともう足す場所ないですよね。で、どうするかっていうと、ね、シャープ5というかフラット6というか、この5と6の間に足します。なので、オンビートに来る、表拍の表に来るのは C6 になります。いきます。今ちょっと間違えちゃったね。こうやって使ったりします。じゃあ D マイナーはって言ったら、もう予想つくんじゃないですかね。どこ足したらいけそうですかね。教科書的な回答では、一応こことされてます。アイディアは本当にこれだけで、今みたいにこの場所を足すっていう、このよくある場所っていうのは一応あるんですが、僕は正直これ別に唯一解だと思ってないですし、あと、なんなら当時ビバップ、特にチャーリー・パーカー、本当にこうやってスケールで考えてたかっていうと、僕結構謎
だなって思ってます。結果そうなってるだけでよく聞こえるからね。あの本当にそう考えてたかは謎に僕は思います。で僕も演奏してる時に結果こうやって今みたいな、わかんないけどこうクロマチックで使うことあるんですけど、スケールと思ったら僕一切弾いてないです。クロマチックと思って弾いてます。なので本当に考え方の一種類で合わなければ、僕正直実はこうやって喋っててこういうのもなんですけれども、あのいいんじゃないかなと思ってます。まあ体系的にねやってちょっとね一回練習として経験してみて、こう整理するね、普段のこのフレーズで普段ちょっとこうなーなーに流してるところをなーなーにしないで整理するって目的でね、僕使うのはありかなと思ってます。ちなみにさっきね、最近毎回なんか僕降りてますよね弾くとき。これもあのレコード聴いてるとそうやって使ってることが多いからです。上って使うことがなんか非常に少ないです。特にこうやってスケールっぽく弾くとき、アルペジオはよく上がるんですけど、わかんないけど今あんま上手くなかったな。まあスケールの時は降りるっていうのが特にビバップの語法だと多いので、まあ、練習はね上ったり下がったりしてほしいんですけど、使うときは結構下ることが多いです。でもこれもまあ自由です。ただ本当にビバップのスタイルをこうね熱心に追いたいのであれば、わりかしそういうことが多いですかね。あとさっきのね、これの変形でよく使うのがこんな感じで、以前に話したルパンの時の話かな、まあ、これの変形でミクソリディアのフラット2フラット6っていう、でこれを使うこともすごいよくあります。はい、ね、さっき弾きながらね後半で言いたいこと結構ほとんど喋っちゃいましたが、絶対だと思わないでください。普段の話もちなみにそうですが、あくまで知識ですし、ね、特にこれは後からこう体系化されたというかシステム化されたもの考え方だと思うんですよ。で役に立つ部分もあるんですけれども、まあ、特にこうジャズの勉強しててこれさえやっとけばいいとかいうものは存在しないので、なんていうかこう筋トレみたく練習でもし頭使わないでこれだけやっとけばっていう風になってる時点で多分もうその練習ほぼ意味ないので、今のこの練習にまあ普段ね質問される方もいらっしゃいますが、練習方法というかここだけだとただの知識です。今回のスケールもね、これをじゃあどう生かすか、でどこだったらうまく使えるのか、例えば自分の知ってる曲のここで使ったらうまいぞとか、その部分が練習です。これ自体は、まあ、練習っちゃ練習だけども本当に練習の最序盤、ね、練習が10ステップあると思ったら最初の1ステップ目で残り2から10残ってるぐらいに思っててください。ここだけじゃ何も完遂してないので、知識ね1個得たら、まあ、今日のビバップスケールとビバップスケールでいいですけれども、どうしたら自分のボキャブラリーにできるのかを一生懸命頑張ってください、使ってください。それは僕が考えることじゃなくて、なんでかっていうとみんな使い方違うからです。僕は僕の使い方をするし、バド・パウエルがこう考えてた、あ、バド・パウエルはちょっともしかしたら考えてたかもしれないな。ピアニストは結構なんだろうな、個人的にはこう音遣いとか合理的というかすごくね綺麗に作ってる感じがしてるんですけれども、思ってたかもしれないけど、まあ自分の使い方を探すのが練習ですので、まあ今回に限らず今までのね動画見てくださってる方でこのアイディアかっこいいなと思ったら、それをまあ最初練習でとりあえず知識を一応理解をして、本番はその後ですね、ということでした。今回はでもビバップスケールとして、話してみました。ちなみにこれだけじゃ、ビバップスケールもこれだけじゃなくてもっとたくさんいろいろありますので、本当にこれも、触りで紹介だと思ってください。長くなりましたが今回も、最後までありがとうございました。